はい、皆さん今日はちょっとね、急遽撮影してるんだけど、お昼ご飯にハンバーグを作りたいなと思って一から。だから今から材料を買いに行きます。はい、じゃあいろいろ材料をね、こんな感じで買ってきたので、クッキングスタート。はい、で、はい、皆さん、ライちゃんです。はい、じゃあまずは生地作り。粉入れて混ぜます。ポテトもじゃがいもから作るので、ポテトサイズに切って、発酵させた生地を出して6個に分けていきます。そしてまた生地発酵させてる間にポテトとナゲットも作っていきます。レシピはね、 YouTube のレシピ見ながら作ってます。ポテト取り出して、でナゲットも取り出します。そしたら生地に卵黄をたっぷり塗って、ごまをかけてオーブンで焼く。でその間にハンバーグを作っていきます。ひき肉に塩コショウ入れただけです。で焼けたらチーズを乗せて、溶けたら完成です。はい、パンも完成しました。そしたらレタスを乗せて、トマトを乗せて、ハンバーグも乗せます。そして玉ねぎ乗せて、ソースをかけて、パン乗せて、爪楊枝を刺して完成です。はい、じゃあそしたら可愛く盛り付けていきます。ハンバーガー乗せて、もう一個で、ポテトもたっぷり入れていきます。でナゲットもいっぱい入れて完成。はい、皆さん完成しました。初めての割にはめっちゃ上手にできました。ほら、このポテトもナゲットも。じゃあということでね、また難易度高い料理とかもね、あげたいなと思うので楽しみにしててください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。美味しそう。